名鉄5500系電車。名鉄5500系電車。名鉄5500系電車は、名古屋鉄道、名鉄が1959年、昭和34年から2005年、平成17年まで運用した電車である。戦後の日本において、特別料金を徴収しない列車に使用される。列車としては初めて冷房装置を装備した車両である。2時に分けて、 合計30両が製造され、合計車両となる7000系パノラマカーが登場した。後も、長期にわたり、優等列車に運用されていたが、1990年代以降は、普通列車への運用が多くなった。2000年、平成12年から、廃車が開始され、2005年までに全車両が廃車された。名鉄の車内では5000系以降の高性能車について、 sr 社と故障していることにならい、本校でもそのように表記する。また、1959年4月に竣工した車両については、一時車、同年12月に竣工した量については、2次車と表記し、特定の編成について記す場合は、豊橋向きの先頭車の車両番号をもって、編成故障とする。例、豊橋向き先頭車の車両番号がも5501の、 編成であれば、五千五百一編成。日本国有鉄道、国鉄では九百五十五年、昭和三十年から八十軽電車を、豊橋と大垣を結ぶ列車に運用しており、これに対抗するため、名鉄では九百五十五年に、初の高性能車として五千系を、系九百五十七年、昭和三十二年には、改良型として五千二百系を登場させ、 名古屋本線の特急に使用していた。名鉄では、さらに電車に冷房を搭載することを検討した。当時、国鉄ではすでに1958年、昭和33年に冷房を搭載した。国鉄2 0系電車。当時、小玉形を搭乗させていたが、途中乗降がある上に満員になることも考えられる。一般車両の冷房装備の事例は、戦後初めてであった。 このため、室内用の冷房装置を設置した3800系においてテストを行った。これらの研究の成果をもとに計画された車両が5500系である。5500系は4両編成と2両編成が製造された。系列中に2形式が存在し、すべて電動車である。奇数番号の車両に補助機器を搭載、偶数番号の車両に制御装置と、 終電装置を搭載する。この2両で1ユニットとして扱うことで、2両単位で自由に編成を蘇生することが可能である。本節では、以下、1959年の登場当時の仕様を基本として記述し、更新による変更については、遠隔で講述する。編成については、編成表を参照のこと。先頭者は、 全長 18,830mm、車体幅は 2,740mm の全金属製車体である。冷房搭載を行うこと、その冷房の容積や車両限界を考慮して、屋根の高さは低く設定された。また、熱絶縁のため、外反内部には、グラスウールやモルトプレーント称する、ウレタンフォームなどの断熱を用いている。 前面は1957年に登場した5200系と同様、平面ガラスで構成されたパノラミックウィンドウとし、前面の貫通扉には引っ込め式の貫通ホロを設けた。側面窓は5000系と同様に2列を1組とした2段窓で、あるが、窓ガラスはすべて熱線防止ガラスを使用し、空調装置を使用している際には閉じた位置でロックする、機構を有する。 車体の塗装デザインは上半分がライトピンク窓から下の部分はダークマルーンという2色塗りである。室内の配色については天井をクリーム色とし冷房装置のディフューザーは青みを帯びた色とした。座席の枕カバーはグレー系統とすることで明るく近代的なものとすることを図った。座席は転換式。 クロスシートであるが、戸袋クロ窓部分のみ、ロングシートとしている。制御装置は、5000K と 5200K では三菱電機製の単位スイッチ式の制御器を使用していたが、5500K では冷房搭載に伴い、床下に冷房用電源として、大型の電動発電機を搭載する必要が生じた。冷房用電源のスペースを捻出するため、5500K では主制御器 指定工機、送風機が一つの箱に収められたパッケージ型制御装置が採用された。このパッケージ型制御装置は、ゼネラルエレクトリックと東京芝浦電機、東芝の技術提携によって開発されたもので、PCC カーの流れを引き継ぐものであるとされている。5500K で採用された主制御機は、東芝製の MC-11 型で、8機の 電動機の制御を行う方式の多段電動化無軸式制御装置である。主抵抗機は小型化されたため強制通風式とした。制御段数は直列、並列とも21段である。なお、二次車では不可欠電回路に変更を加えた MC-11B 型となった。主電動機については、東洋電気製造の直流直巻規粒子、電動機である。 TDK-825A 型が採用された。この主電動機の出力は 75kW で、保証巻線付けとすることで、整流特性の改善を図っている。駆動方式も、中空軸平行、カルダン駆動方式で、波数比は78,16イコール4.875で、ある。制度装置、ブレーキについては、5000系以降の高性能車で、 採用実績のある発電ブレーキ併用の HSCD 型電磁直通ブレーキが採用された。台車は住友金属工業製のウィングバネ式金属バネ台車である FS326 系台車が採用された。料金不要の列車に使用する5500系では満員状態を考慮する必要があり、冷房能力や換気については注意が払われた。 前述するように3800系を使用したテストを行った結果、停車駅ごとの扉開閉による損失よりも、多脚時の発熱量が問題になることが判明しており、その結果を考慮して、冷房能力が決定された。冷房装置は、東芝製の空冷式天井型ユニットクーラーである、TAC-153 型を採用した。 この冷房装置は4 5 0 0カロリー、h の能力を有しており、1自社では1両あたり7台、2自社では8台を搭載している。小玉型の換気方式は自然通風であったが、換気不足で空気が汚くし、不快感を与える可能性があった。このため、5500K では強制換気のために天井に換気ファンを設置した。補助電源装置は、 出力69馬の CLG-326D 型電動発電機を装備した。この電動発電機は主電動機に近い大容量であることから電源制御についても自動制御とした。電動空気圧縮機は DH-25 型を採用した。1959年4月1日、5500系一時車として16両が投入され、 名古屋本線の特急列車への運用が開始された。同年12月には二次車として14両が投入され、特急列車の全車冷房化が実現した。これによって、それまで特急で使用されていた5000系、5200系については急行運用に転用されることになった。運用開始当初は4両編成と2両編成を、連結した6両編成を基本として運用され、 運転台同士が連結される部分では、貫通ホロも使用されていた。特別料金を徴収しない列車での冷房化は、南海鉄道、当時で1936年から1937年にかけて導入実績があるが、本格的に冷房化を行ったのは、この5500系が初めてであった。この当時、一般家庭やマイカーにも冷房はなく、 鉄道車両においても冷房を搭載した一般列車はほとんどなかったため沿線住民や利用者を驚かせた。しかし当時名鉄で乗務員や研修担当者の教育を行う施設である名古屋鉄道教習所で教官として勤務していた白井明にとっては5500系は満足できる車両ではなかった。これは5200系で客室窓が1枚窓の 加工窓だったものが5500系では二段窓に戻されてしまった上、客室から前方風景がよく見えないという理由で、独創的なところが何もないと感じていたのある。5500系の登場後、副社長の土川元夫は白井に対して5500系をどう思うか質問したが、白井はエレガントさがない。夢も希望もないと即答した。その一方、 白井は5500系の主電動機、発電機、制御機などについては高度化に大きな意義があると評価しており、その後白井が開発責任者となる7000系パノラマカーでは、伝送品は基本的に5500系を基本とした改良品が採用された。その7000系パノラマカーが登場すると、5500系は他の SR 車と同様に急行運用へ、 転用されるようになり、特急運用は、季節特急に使用される程度になった。しかし、当時は、踏切事故が多いため、パノラマカーが、踏切事故で損傷する事態も多発した。7000系と5500系は、同一性能であるため、パノラマカー戦闘車が修理のため工場に入場している間は、代わりに5500系戦闘車が連結され、その後も非常時には、 同じ方策が取られるようになった。なお、も5509は1964年、昭和39年2月に、新川工場の火災によって生損したため、同年9月に復旧する際には車体を新造した上で高運転台仕様となった。また、1960年代後半は短期間に、車体塗装デザインが変更されることになった。 まず1967年夏からは順次、ストロークリームをベースとして赤い帯が入るデザインに変更されたが、1968年末にはスカーレットに白帯が入るデザインに変更され、さらに1970年以降はスカーレット一色に変更された。1978年、昭和53年には正面貫通扉の脇に三角形の手すりが、 設けられたほか、1979年、昭和54年頃から、正面の貫通保路撤去と全消灯のシールドビーム化が順次行われた。また、1980年、昭和55年からは、特別整備が開始され、同時に運転台直後の仕切り壁の窓縮小や、換気扇設置が行われた。この特別整備は1983年、 昭和58年4月に全車両に対して完了したが、後期に整備された車両では、連結面のつま窓が埋められている。また、1983年4月からは7000系の特別整備が開始されたが、7000系先頭車が整備されている場合は、も5519も5520の二両編成を代わりに連結して運用した。1990年代以降、 名鉄では、VVVF インバータ制御の通勤車両が、増備されるようになり、5500系は主に、ローカル区間の普通列車に運用されるようになった。その後は大きな動きはなく、特別整備を受けていない7000系や7500系の廃車が先行していたが、2000年9月に発生した東海豪雨により、新川検築に留置されていた5500の編成が、 浸水する被害に、同年12月に廃車となった。続いて2001年、平成13年10月には、竹花線の一部廃止に伴い5519、編成が廃車。2002年、平成14年4月から5月にかけては、小牧線へ300系が投入されたことに伴い、5513、編成、5515、編成、5517、 編成を除く後編成が廃車となった。残った3編成は2003年、平成15年の夏に蘇る5500系と称するイベントに合わせて各編成とも歴代の塗装に復元された。5513編成はストロークリームをベースとして赤い帯が入るデザインに5515編成はスカーレットに白帯が入るデザインに5517編成は ライトピンクとダークマルーンという塗り分けであった。その後も7000系統の連結を含む定期運用や団体臨時列車などに運用されていたが空港線開業に伴うダイヤ改正で運用から外されることになりダイヤ改正前日の2005年1月28日に残った3編が連結された6両編成で犬山線の補定駅に疎開留置のため改装された。 同年2月8日に前儀検査場へ自力改装され、同年2月10日付で全車両が廃車された。廃車後、も5517の前頭部分のみが前儀検査場に保存展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。